の支店の、タンクトップとこちらの22のパンツです。この素材感が可愛くて気に入ってるスラックスです。そして今日はこのボーダちゃんをつけたいと思います。結構この三連ちゃんが多い気がする。これとこれをメインでつけて、この細い三連のリングを薬指にいつもつけてます。これも私がプロデュースしてるリングブランドなんですけど、職人さんが一つ一つ手作りで作ってます。これ見て、この断面がゴールドなのって感じです。で、寝かせ玄米です。今日は22の新作撮影をして、明後日の夕方頃に大阪に行くんですよ。現在は9時半ぐらいかな、9時半ぐらい。ちょっと食べてから撮影に臨みたいと思います。こんな感じです。今日のコーデは、この後ろのスーツケースが今回のお供です。今回のネイルデザインがこんな感じです。なんかちょっとよくわかんないけど、この髪の毛は昨日ナナさんに染めていただきました。チャコールなんて言ったっけ、グレージュ、グレージュかな。なんかこのさ、ここの部分の明るい髪色好きなんですけど、ここがね、どんどん気になってくるから、もう暗くしちゃおうと思って、暗くしちゃった。でかいでかいでかい。これさ、こう入ったら最高だよ。こう入ったら最高だけどさ、ここ横になっちゃってみ、口の中で。痛いよ、ここで。床をパパッと履いてからお仕事行きたいと思います。ブックブックも撮りたいと思います。今日は結構ずっと撮ってたんだけど、ルックブック、ちょっとね、明るさとかがあってね、2個蹴ってるの、ルックブック。スファイティン。帰ってきました。なんか12時半くらいから6時半くらいまでノンストップでやって、今ちょっとこのワンピースだけ撮影できてなかったので、それを撮って終わりにしたいと思っております。だから今日ご飯食べれてなくて、そういえばもうずっとお腹空いてたんだけど、なんか移動すぐしなきゃとかで食べる余裕がなくて、玄米卵かけご飯以来何も食べてないんです。コンビニでイクラのおにぎりとスモークタンと、あとご褒美にアーモンドアイス、アーモンドの、ね、アイスを買ってきました。見せてあげる。これをね、お風呂上がりに食べようと思いまして買っちゃいました。アーモンドアイスサンド超美味しそうでしょ。うちこういうの大好き。パキッと食感とか。こっちこうなのにさ、こっち逆。そういうもんだっけ、アイスって。え、絶対逆じゃない？レア？レアな気がする。まあ、どうでもいいのよ。そう、そんな感じで1日目は終わりでーす。ご飯食べて、お風呂入って寝たいと思います。明日に備えて。明日は、お昼に用事があって、夕方に、朝行ったように大阪へ立ちます。そう、大阪の宿のね、予約もしてないの本当にギリギリまで何もしない人だから、その予約もやります。
あとちょっとやらなきゃいけないことたくさんあったどうしようどうしよう、まあ頑張ってこなしたいと思います。じゃあ1日目の Vlog はこんな感じでした。1日目のコーデです。大阪に昨日の夜来て、1日目ってことでいいかな、1日目の朝です。今日のコーデが、これはねキャバンのトップスです。ここのねちょっとビビッドカラーと襟元のグリーンな感じと裾はブラックってところが可愛くて、もう一目惚れして買っちゃいました。じゃーん、こんな感じで、これはねオンラインで販売します。楽しみにしててね。縛ったらこんな感じ、結構ね大きめでパソコンとかも全然入るサイズとなっております。じゃーん、紫もフォントは赤にして、ちょっとね生活雑貨とかの小物のブランドにしようと思って、これもすごいねアクセントになるからおすすめです。で、このパンツは22です。よく見るとねちょっとシワ加工みたいになってる。結構ねゆったりめなサイズ感がお気に入り。おクックはこれを持ってきました。ちーちゃんがくれたウーフォス。おはようございます。3日目の朝です。昨日結局全然動画回せなかったんですけど、午前中から14時くらいまでお仕事があって、なんか浴衣着物の撮影、振袖の撮影だったんですけど、振袖の撮影の後にアートメイク、眉毛のアートメイクをしてきました。見えるかな、今ねダウンタイム中で超濃いの、超濃くてこんな感じ、いかついので今日はキャップをかぶったコーデです。よいしょ、ほらだいぶ隠れる。でその後にあの純也さん、仲良しの純也さんに会って結構私の Vlog とかも出てくれてる人なんですけど、純也さん大阪の人でお仕事で大阪来てたので、まあじゃあご飯行こうって言ってご飯行って、あと純也さんがお友達紹介してくれて3人でご飯行ってました。今日のプランとしては、まあ、夜にあの留学先で出会ったお友達2人とご飯行くんですけど、それまでの時間はちょっとねカフェに行って、まだねお仕事をやらなきゃいけないことがあるので、それを片付けたいと思います。これ支店のトップスです。タンクトップ、あとこれは22の、ニューアイテムです。ここが可愛い、この裾が可愛いデザインでお気に入りです。ちょっと今日はストリートな感じで行きます。では行ってきます。